ビワハヤヒデ・大神、ウィニングチケット BNW とは、1993年の中央競馬のクラシック三冠路線において、ライバルとして争った3頭の競争馬、ビワハヤヒデ・大神、ウィニングチケットの総称。結果として、成田大神が、札ツ賞を、ウィニングチケットが、日本ダービーを、ビワハヤヒデが、菊花賞をそれぞれ分け合って勝利した。 この年の JRA 賞最優秀4歳ボバには、ビワハヤヒデが選出されている。コバとなってからは、ウィニングチケットや成田大臣が成績を残せない。一方、ビワハヤヒデが、天皇賞や宝塚記念を制し、JRA 賞最優秀5歳以上ボバに選出されるなど、ワンサイドの活躍を見せるようになった。最終的に3頭とも国憲縁により引退し、 守護馬となるも3頭とも顕著な成績を残すことはなかった。ビ和早ヤは9月の新馬戦でデビューし、日着に10馬進以上の大差をつけて勝利。続くもみじステークス、デイリー杯3歳ステークスではレコードを記録しての勝利を飾った。朝日杯3歳ステークス、共同通信杯4歳ステークスでは日着に敗れるも、若葉ステークスでは2馬進差で落勝し、 デビューから6連続連帯で、サツキ賞に臨んだ。ウィニングチケットは、初戦の芝戦2 0 0メートル馬戦で5着となるも、距離延長した、自走の芝戦7 0 0メートル馬戦で勝利を収める。その後は、ハボタン賞、ホープフルステークスを勝利し、サツキ賞トライアルである、弥生賞も成田大臣を抑え1着となり、4連勝で、サツキ賞に臨んだ。 一方、成田大臣は、デビューから2戦目で勝ち上がり、金木星特別や福島3歳、ステークス、占領賞に出走するが勝ちきれなかった。重賞初挑戦となった、ラジオ単派派派3歳ステークスで2勝目を挙げるが、新山記念では、アンバーライオンに、弥生賞では前日のウィーニングチケットにそれぞれ破れ2着と、勝ちきれないレースを続け、8戦2勝の成績で、 サツキ賞に臨んだ。クラシック初戦、サツキ賞では、ウイニングチケットが、単勝2.0倍の1番人気に押され、その次に、ビワハヤヒデが、単勝3.5倍の2番人気、成田大臣が少し離れた、単勝9.2倍の3番人気に押された。ビワハヤヒデは、先行集団前目につけ、ウイニングチケットは、集団後ろから徐々に進出。 成田大臣は、最後肩の位置につけた。最終直線では、折り合いを書いたウィニングチケットをビワハヤヒデが交わして、先頭に立ったが、大外から最後肩につけていた成田大臣が吸収、ゴール直前でビワハヤヒデをかわし首差の勝利を収めた。ウィニングチケットは5位入選したが、ガレオンが、ステージチャンプに対する深度妨害で8位に到着した、ため4着となった。 1993年のボバクラシック路線は、ビワハヤヒデとウィニングチケットの2強争いだと考えられていたが、実際は、その2頭を後方1機で突き抜けた成田大臣が勝利したため、サツキ賞直後から3頭を3強とする見方が広がった。3頭は、それぞれのイニシャルを取って、BNW と呼ばれるようになった。クラシック第2戦、日本ダービーでは、 ウイニングチケットが、前奏に続き一番人気。続いて、ビワハヤヒデ、成田大臣と、前奏、サツキショーと同じ人気順に収まったが、単勝オッズは、それぞれ3.6倍、3.9倍、4.0倍と、拮抗し、三強対決の様相を呈した。ビワハヤヒデとウイニングチケットは、中段、成田大臣が最高峰につけた。最終コーナーで早秀、ビワハヤヒデは、荒れた。 ナイラチをけ買いを回したが、ウィニングチケットは、タバが避けた内側の経済コースを通り一気に、先頭に立った。最終直線で、ビワハヤヒでは激しく食い下がり、ハンバー審査まで差を詰めるが届かずに着。外から追い込んだ成田大体が3着に入り、人気順通りの着順に収まった。夏が明け、ビワハヤヒでは、喫下ショートライアルの神戸新聞杯を、 ウイニングチケットは同じく菊花賞トライアルの京都新聞杯をそれぞれ買って菊花賞へ臨んだ。一方、成田大臣は7月の高松偶売で2着となった。あと、運動誘発性杯出血を発症し、体調不十分のままぶっつけで菊花賞に出走した。ビワハヤヒデが単焦2.4倍の1番人気。ウイニングチケットが僅差の単焦2.8倍の2番人気。 大きく離され、成田大臣が、単勝11.1倍の3番人気に押された。ビワハヤヒは先段、ウイニングチケットは、中段、成田大臣は、最後方からレースを進めた。最終コーナーで先頭に立ったビワハヤヒは、最終直線でそのまま後続を突き放し、2着のステージチャンプに小馬審査をつけ、独断上でのレコード価値を収めた。 ウイニングチケットが3着に入った一方、成田大臣は17着と惨敗した。その後、ウイニングチケットはジャパンカップに出走。レガシーワールド、コタシャーンに続く3着に入着する。有馬記念には、ビワハヤヒデがファン投票第1位で、ウイニングチケットがファン投票第2位で出走。ビワハヤヒデは、初めてのコバ戦ながら一番人気に支持され、 東海帝王の2着となった。一方、ウィニングチケットは道中折り合いを書き、直線で足を使えず11着に大敗した。ビワハヤヒは、菊花賞勝利に加え、デビューから11連続連帯するなど安定した成績が評価され、JRA 少年度代表馬、最優秀4歳母馬に選出された。日本中央競馬会の帰還し、優秀で発表された1993年の、 フリーハンデでは、ビワハヤヒデが64キロ、ウィニングチケットが63キロ、成田大臣が61キロで、4歳馬のトップ3と評価されている。年が変わり1994年、ビワハヤヒデは、京都記念から指導しこれを圧勝すると、天皇賞、宝塚記念と春の GI 競争を連勝。成田大臣は、メグ記念を勝ち、 天皇賞でビワハヤヒデと対戦するも一馬身4分の1の差で2着と敗れている。一方ウィーニングチケットは体調不良で上半期のレースをすべて回避、高松の宮杯に出走するもナイスネーチャーの5着に敗れた。オールカマーではビワハヤヒデとウィーニングチケットが対戦。ビワハヤヒデが2着のウィーニングチケットに一馬身4分の3の差をつけて解消。 これが BNW 同士の最後のワンツーとなった。その後、ビワハヤヒデとウイニングチケットは天皇賞に出走するも、それぞれ5着と8着に敗れ、どちらも競争後に、クッケン炎を発症していることが判明。競争後に揃って引退が発表された。成田大臣は相次ぐ故障によって5歳焼のレースを全回避。1年の休養の後に、 宝塚記念に出走するが16着のシンガリ負けを必死引退した。美ワ早秀は春の GI2 章が評価され、1994年の JRA 賞最優秀5歳以上ボバを受賞している。引退後は3頭ともシュボバ入りした。宇宙ウィーニングチケットのみは唯一中央重賞勝チューマを出したが、他2頭は顕著な成績を残すことなくシュボバを引退。 成田大臣は2020年4月13日に老衰で、ビワ早秀は同年7月21日に同じく老衰で死亡した。ありがとうございます。